んなこの子たち、はい、この子たちはね、加古川の方で野良猫が産んだ子猫をやったんですけど、はい、生まれつきこういう小脳障害を持ってて、まあ、身体不自由、後ろ足が特にちょっとしっかり立たないので、はい、まあ、いつもフラフラするとか、こう顔が揺れるとか、そういうような障害を持って生まれてきたんやね、うんうん、でやっぱりその障害が原因でなかなか里親さんが見つからん、保護されてかどれくらい経ってるんですかね。もう2年かも、2年も、うん、2年か3年3年も経ってる、2022年やから、もう丸2年経ってますね。4月に保護されてるね、はい、保護されて、うん、そうそうそう、なんかすごくおとなしく騒いでるけど、うん、でも性格はすごいよ、うんうん、性格はすごい、ただやっぱり健常な猫ではないいうことで里親さんの隙がない、はい、うん、かわいそうやね、うん、そう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 、顔結構かわいいよね、この子たち。かわいいよ顔は。いや、もうちょっと疲れたかな。はい、もうね、譲渡会の常連になった。あ、ちょうどね、人気者。いや人気者っていうか、もうずっと来ても、はい、はい、何よ、ご縁がないからな、何回目、うん、何回目だろうな、もう、うん、ね、可愛い顔しといんね、はい、両方男の子やね。そうです、そうです、あんこくんとくりくん、はい、はい、本当にね、なんか里親さん見つかってほしいよね、この子たち。そうそうね、やっぱりその小脳障害とあと、こういうありきだりの猫柄、生地、それがやっぱり災いしとんかなとは思う。で、やっぱりその小脳障害やっていうことで、こう、どうやってこうやたらええんかなって、やっぱり心配がある、はい。だけど、全然普通と変わらんのですよ。はい、うん、ただその階段から落ちんようにとか、はい、その床を滑らないようにとか、そういう工夫はしてやらなあかんけどね、はい、うん、でもこの子らは自分に障害があるから、はい、へこんだり悩んだりしないから、はい、普通の猫や思ってますから、はいはい、今のところチーム命のは、うん、はい、保護猫です。そしてもしもらいたいいう方があれば、うん、ホームページの方から、はい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 、言ってきていただいたらいいと思います。ぜひお待ちしてます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、うわ、かわいい顔してる。